ライブに先立ちまして、ライブ中の写真撮影、動画撮影は NG とさせていただきますので、皆様ご協力をお願いいたします。ライブ中の写真撮影、動画撮影は禁止とさせていただきます。 MC の間の写真撮影のみ OK とさせていただきます。曲と曲の合間の、自己紹介等の部分だけ写真撮影は大丈夫です。この後はねデラのライブなんですけど、その前に皆さんにちょっとお願いしたいことがあるので、ちょっとお伝えさせていただきます。リブフォーライフみなこ基金は、急性白血病で2005年に亡くなった本田美奈子さんの発案により発足した骨髄ドナー登録の啓発と難病支援を行っている NPO 団体です。骨髄ドナーの登録は20歳以上55歳未満の健康な方に限ります。適応するドナーが見つかる確率は兄弟1枚の間でも1/4、血のつながっていない他人になると数百から数万分の1です。移植を希望する全ての患者さんがチャンスを得るためには、一人でも多くの方のドナー登録への協力が必要です。現在登録者数の減少が著しく、救えるはずの命が失われています。皆さんの行動がたくさんの人の希望になりますので、ご協力をお願いします。合わせて日本赤十字社を通じて難病支援のための募金も行っておりますので、ご協力お願いします。登録の方法は、皆さんから見て右に見えるテントでパンフレットを配っていますので、ぜひお手に取って読んでいただきたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではこの後ライブ楽しんでいきましょう。イエーイ、拍手。バイバイ。I'm sorry.
私たちは名古屋のアイドルユニット DELA デラーです。はい、村田和葉です。はい、山崎ゆめかです。はい、滝沢優香です。はい、佐山かおるです。はい、早川ゆきのです。はい、松島奈々葉です。はい、松浦奈々です。はい、後藤ひなのです。はい、藤本みなみです。はい、今田のぞみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちデラはディラフォーライフ港基金中部支部アンバサダーを務めさせていただいています。アンバサダーとしてね、このような A 点のステージを通して、白血病などの難病に苦しむ患者さんたちを支援するための骨髄ドナー登録啓発活動の応援をしていきたいなと思っています。はい、皆さんから向かって右手にあるテントの方で募金活動の方も行っていますのでね、もしよかったら皆さんライブの後とかに募金の方にもご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の曲聴いてください。オレンジブロッサム。Yeah.
しいです。はい、以上私たち DELA デラでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。